元気ですか？元気です。私は元気です。こんばんは。こんばんは。今日はやりたいことがいっぱいあるんですよ。今日はやりたいことがいっぱいあるんですよ。あ、ちょっと一個忘れていたものがあるから持ってきます。私のモバメ用ノート。何やるの？何やるかって聞かれたら別にないか。やること、あ、大富豪しますってメールに送ったから、とりあえず大富豪するのと、あとはなんかさっきインスタで質問募集みたいにやったら料理配信をしてほしいですって言われたから、料理配信もどき料理配信もどきのことをします。あ、ももたんがショールームしてるな。中学2年生になったよだって。じゃあ私は高校3年生になりました。今日からラスト JK。 なべかずさん、なんだこれ、チューリップかな、ありがとうございます。メガネ丸さんはなんだっけこれ、三色団子、ありがとうございます。 LJK です。いっぱい制服着ようって思う、うん、私は今日なんとまだスイッチを開いていない、集まりを開いていないんです。今日若いね、若いでしょ。写真載せてんの、何の、なんか、なんだっけ、なんのやつ。今大富豪、まだ大富豪してないよ。まだ大富豪してないよ。ピンクのカバンが気になるって、初見さんですかね。ありがとう。え、待って、これさ、あれじゃん。イースター始まってないバージョンで、あれ？おかしい、これはおかしい。これはおかしい。大富豪しますね。ちょっと大富豪開きます、今から。その前にこのショールームをツイッターに載せる。待って、自分がいない、開いた、拡散します。間違えた、 LINE に送ろうとしちゃった。大富豪だよ。よし、OK。ね、みんなさ、もうすぐ二十歳っていうの流行ってんの。全然じゃない、まだ一年くらいあるやん。大富豪、大富豪ね、今日やった。ちょっと SKE48 の大富豪は終わらない。うるさい、うるさい。ちちちちちち、みんないいねしてください。え、このサイリウムって何、サイリウムって何なの。サイゲームプレゼントされたんやけど、サイゲームって何なの、応援アイテムって何を、なんかめっちゃいろんな種類あるじゃん、すごい。誰を応援するの。あ、スタンプみたいに振れる、え、いつ振るの、
一回振ったらなくなっちゃうの？誰に向かって振るのこれは。あ、メンバーと当たった時、そういうことか。なるほどね。じゃあもういつでも持ち合わせてないとダメじゃん。いいねしたい、ありがとう。あ、増えた増えた、あ、増えた。さあ今日から K2 のとこに名前があります。いいねしてね。後でまた変えよう。夕飯食べてない？あとやることもう一つあった。あのインスタで質問し、インスタで来た質問インスタで来た質問を返す。ここだからなんか送られてきた LINE で、ここだから LINE が来た。ガチャも新しくなってね。あの衣装で自撮りするの忘れてた。何からやるかな。まるまる見てない、まるまる星になってる。なんとか見てないんだね。だって何を、なんだろう。こんにちは。ガチャ一回引こう。いいねしたよ、ありがとう。私はガチャを今から一回引きたいと思います。あ、てかあれだよね、ガチャ券が配られてた。それでやろう。えい、悩んだ。悩んが出ました。ごめん。あ、チュリさんだ。え、これ全員この衣装なの？かわいい。チュリさんでした。あと一回。じゃーん。あ、ここだ。ここちゃん？全然反射して見えないね。ここちゃん。ここちゃんが出たよ。え、ガチャ新しくなったって、そういう、全部新しくなったんだ。引かなきゃ。でもあれも、いや。いきます。え、待って、誰にしてさ引けばいいかな。よし、これにしよう。いきます。怖いよ。あ、でもいや、あれ出てほしいな。あ、ちょっとダメです、これはシークレットない。あ、光りすぎて何も見えんシークレットはない。すごい、あ、自分がいる。え、こんな全部違うんですね。はい、こんな感じ。うん、自分が出ました。でシークレットはなかった。まあこの後はチームガチャまで残しとこう。間違えてアイドルデイズ開いちゃう。なんかアイコン似てて。で、了解ます。なんだっけこれ、メッセージ、上に出るやつを変えるよ。えい。
ばんは、こんばんは。今大富豪する直前です。2人いいねしてくれた。じゃあ38分になったら押しますね。38分ぴったり。1番取れた。おお、なんか前こういうゲームしましたよね。誰かなんか何番の人が勝ちみたいな。勝ちじゃないけど、おめでとう1番取れたって。5番目でした。あ、今10人。その野垣さんが前やってたらしい。それは私はこの間やったの。そしたらコインがいっぱい溜まって楽しかった。アイドルデイズも新しいガチャ出ましたよね。今富豪です。私は今貧民だ。あれこれ、うん、貧民です。今貧民です。アイドルデイズもガチャ変わった。なんか私服の私服みたいな。私服ではないけど私服衣装みたいな感じでした。メールで写真送ったんだけど、あの衣装可愛かった。めっちゃさ、アングルが下からだ。いつかバーンって倒れそう。あ、待って、38分なっちゃった。あ、ごめん。40分になったらやる。40分になったらします。今私は貧民です。髪の毛バサバサ。私は40分になったら始める。そして私は今貧民なので、貧民じゃない人は当たるとかもしれないね。あと30秒です。38分ね。違う、嘘です。40分、ね、嘘だよっていうやつがあるの。すごい、ありがとう。スタンプやね、ギフト、ありがとうございます。気象予報士バタヤンさん、サーヤのときめきとまこちゃんのときめきの人がいる。え、なにこれ、すごいサイリウム、すごい、すごい当たったって。本当だ、いる。やっほー。まこちゃんのときめき、エゴさんのアイコンいいな。当たった人いる。こんにちは、スタンプ送ってみた。久しぶりすぎてさ、やり方覚えてるかな。覚えてるかな。あ、覚えてるわ多分。でもね、弱い、めっちゃ弱い。レッスンも休みですか。レッスンをすることがないかな多分。ライブもないし公演もないから、レッスンの内容がないからお家でゆっくりしてます。髪の毛がボサボサだからちょっとストレートアイロンしたいな。意味ないかな。待って、この人さ、ちょっと大丈夫ですか。今さ、当たった人がね、都落ちしそうだよ。
ショールームで当たりましたって言ってくれた人が都落ちしちゃった。あ、違うソンタクかな。あ、そういうこと、ソンタクしようとしてくれたの。ごめんすぎ、それは本当に。そのおかげで私は富豪になれたよ富豪になれたよ。なりました。え、待って、めっちゃさ、イベントランキング100位以内入っちゃった。自分のやつでちょっと間違えて、今日はねシャンプーとね洗剤を買いに行った。洗濯した。今日はすごい忠誠心ってどういう意味や。そっか、もうまだ 4月だから、あれか、やってる人が少ないのか。ショールームじゃない、大富豪をしながら、あの当たらなかった方とか大富豪やしてない方とはなんだかお話しするっていう配信。今はこんばんは、今何分だ、47分になったらやる47分にめっちゃやります。めっちゃやりましたね。めっちゃやりましたね。何、47分になったらもう一回やります。大富豪こんばんは。めっちゃ器用。え、私ねすごいんだよ、あの携帯を触りながら iPad、 今 iPad でやってるんだけど、それ iPad を見ながらスイッチしながらみたいな文字打てるようになったんですよ、こうやって本当にやばいよね。まみちゃんが集まりしてる。そう、器用なんです。あと2分後ショールームじゃない、何これ、大富豪キャサンスタイルなの。そうなの。今日はあれですね、ゆずさんの誕生日。ハッピーバースデートゥーユー。久しぶりに歌ったこの歌。プレゼント渡せないね。そうね、会えないからね。なんかね、割とね、たまってはないわ。エゴさんのも買ったけど渡してないし。どこか行くの、行かない、行かないよ。あとちょっと、あと10秒ぐらいだよ。みんな
みんな準備はいいか。私は符号です。スーツケースの中何も入ってない。これじゃーん、ゆっちのときめきがいる。あとあいりちゃんのときめきもいるよ。キャノンティー推しの人もいる。はい、ということでみんなお話ししましょう。私はお話ししながら大富豪するっていうね、とても奇妙なことができるのでね。え、そういえばさっきアイリちゃんが今大富豪してるみたいなツイートしてた。会えるかな。会えないか。スイッチはしてないよ。当たりました。当たりました。本当？ん？どういうこと？あ、アイリちゃんと？どういうことか。あつ森はどこまで進んだの？進んだって？どういうこと？進んだぞ。今日やってない。でもイースターが始まったから。やってないんだけど、やんなきゃ。やりたい。ショールーム終わったらやります。でも私はあれもマグロとチョウザメは釣れたので、もうね3月に悔いなし。あ、でもあれ釣れなかった。伊藤、それだけがちょっと後悔ですね。ジンベエザメ釣った。すごっ。ジンベエザメなんていいなぁ。私なんかシーラカンスめちゃめちゃ釣れるんですよ。シーラカンスはめっちゃね、もう意味わかんないくらい釣れる。多分合計20匹ぐらい釣ってる。それは嘘、10匹ぐらい釣ってる。昨日とかなんか3匹とか釣れたもん。え、どうしよう。はい、符号です。符号です。え、あれかな、島によってさ釣れる魚、釣れやすい魚って違うのかな。私のとこあとちょうちんあんこうがめっちゃ釣れる。でも南屋のとこはあんま釣れないらしくて。へえって。南半球だから、あ、それは絶対そうだ、それだ、絶対それですね。あつ森も今一緒にやったら、でもさあつ森はさみんなと一緒にできないからやらないよ。ということで50。私なんか一時期めちゃめちゃやってて大富豪からね、ランクがもう56とかなんだよね。じゃあ次は53分にやります。53分にやります。符号、符号です。符号、符号、符号。何時までショールームしよう。
れはファンの方がくれたんですけれども、なんかねすごいの、全員とのツーショットがねあるんですよ、メンバー全員だから。名前順で、あの昇格前の名前順でゆずぽさんから。すごくない？ほぼ全部さ探してね送ってくれたんです、わざわざ印刷して。すごいよね。ケリーさんが、そうケリーさんケリーさんもいる、すごいよね。でもなんか3人くらいないみたいな、ありませんみたいな、なかったからワンショットみたいなのもあったけど、でもその多分見つけられなかっただけで撮ったことある先輩もいるし、あとはそれ以降撮った先輩もいる。愛がすごいね。ね、すごいよね。あとね、その子はね、このすごいね、これ見せたい。なんかこれは前見せたんだけど、昇格祝いにアルバムをね送ってくれた子が2人いてね、もう本当にすごいの。女子力、私はこんな才能ない。なんかこれは前も見せたんだけど、すごい。こっちはね最近受け取った。でもねもうさ、すごい本当にね、可愛くてすごいんだけどさ、あれ直さん宛てかなみたいな、ナオさん宛てかな。お、大富豪だ。ちょっとさ無理だわこれ、難しいな。じゃあ一回大富豪に集中します、ごめんなさい。大富豪に集中します。今始めちゃった人いるよね絶対。大富豪しなきゃ。大富豪すいませんでした。一回大富豪します。一回、じゃあどうしよう、何分までにしよう、55分からやる。次は絶対やる、ちょっとずっとこうやって持ってるから、55分からやる。でそれで何分までしよう、15分まで。じゃああと何回にしよう、あと5回やる、とりあえず。またあとで多分やると思うごめんなさい適当で。とりあえずあと5回やる、集中、大富豪に集中する。あと20秒後、55分です。今始めちゃった人いるかな、いますか、ちょっといるかだけ聞きたい。ゆずさんから返事来た、うん、始めてるって。じゃあちょっと待とう。じゃあ始めた人が終わるのは何時ぐらいかな。大富豪するっていうエイプリルフール、あ、じゃあそういうことにしとこう今のはエイプリルフール。今のエイプリルフールでした。騙されましたか。始めちゃった、ほら始めちゃったって今なんで、どんなタイミングで始めたの。じゃあもう始めちゃった人もいるから8時にするわ。8時から5回やる。8時から5回やります。始めてしまった今？もう今からは始めないでください絶対。今から始めた人は知らんよ。あと4分待ちます。その間一個だけ質問返そう。宇宙に興味はありますか。宇宙に興味はありますか。あのインスタの質問なんだけど、宇宙に興味はある、うん、今自分がいるところは多分宇宙の中のどこかだから興味がないというわけは、いうわけではないけど、そんなにすごい詳しいわけでもないけど、まあ興味は持っていたいですね常に興味を持っていたいですね。はい、初見です、誕生日一緒です。おお
4月12ビギナービギナーと初見はビギナーが優先されるんだね。ビギナー頑張ろうな、これから頑張ろう。みんな終わったって、あと3分あるんだ。でも SK の推しメンです、ありがとうビギナー。乃木坂の若月美さんが、え、思った、びっくりした、すごい、なんかこれから関わることがあるのかな、楽しみですね。あと2分ある、都落ちましただって、おめでとう。あ、みんなあれ見てくれましたか、にじゃないよの動画。昨日上がったのでぜひ、アシュリンさんとです、アシュリンさんとです見た方にしかわからないネタを言ってしまった、アシュリンさんとです。あと1分だよみんな、1年前に令和発表したけど、その日は発表の日、発表の日何してたんだろう。4月1でしょ、後で見てみます、何してたか30秒、あとちょっと、はい、あれまだ始まんない、始まった、あ、あやの奇跡だって、奇跡ってすごくない、めっちゃ当たってんじゃんこの人めっちゃ当たってるやん、6回目、すごい、こんにちは6回目の遭遇。あ、ちなみにあれでした、4月、1年前の4月1日はきみちゃんとねマカロン食べてた当たったって、こんにちは、やば、奇跡だって、奇跡って持ってる、ナルピーさんの奇跡しか持ってると見たことない、きらめきは3回だよね確か、奇跡が5、え、でも誰かハピネス持ってなかった、持ってないか、こんばんは、ももたんも、ももたんの奇跡持ってんのいいな、パラダイス見たことない、そりゃ嘘だパラダイスって100回だよ確か、100回当たることある、あ、メンバーが使ってるやつってことかな、100回はやばない、どれ出そう、どれ出そう、どれ出そう、これでいいや、前は2回だって、
2回当たったのなのすごいめっちゃやってるじゃん。ちょ首痛い。元気元気です。宮古落ちした。私今大富豪になった大富豪になったから次会えるかもね。あと5回やるから、あと4回。プリクラ貼ってる、挟んでる。大富豪になった。今他の話したいことがいっぱい出てくるんだけど、今は大富豪に集中してるからあれだわ。え、8時5分にやるねえ、あと2分あるから8時5分にやります。次は今終わったから8時5分にします。そんで今は大富豪で、大富豪です。あと2分。こんばんは。あと1分です。休みの日は化粧しない。今日めっちゃ久しぶりにしました。10秒。もう5秒前ですね。準備は1回。はい、すごい。ももたんのハピネス、ハピネスだって、やばハピネス、ももたんのハピネス。しかも私のアイコン使ってる。ももたんのきらめきとももたんのハピネスがいる。ももたんすごいな。あ、この人だ。ももたんのハピネス見てくれてる。どんな名前あれだよね、絶対さ、ももたんも5分からやってんだよ。ももたんと当たりたいはずの人がさ、ももたんと当たりたい人がやってるからさ、多分さ悲しんでるよね。申し訳ない。めっちゃねカード強いんだけどね、出せないな。出せないな。あーどうしよう、どうしようか、どうしよう、どうしよう、あーどうしよう思ったのきらめき待ってる人いっぱいいるよね。ハピネスってさ10だよね。すごい今手を振ってきた。
大富豪、大富豪してる。スイママさんのときめきはやばい。じゃーん、大富豪になった。あと3巻やります。次は10分からかな、10分から。今なんで髪をまっすぐにする。水分補給しないよってめっちゃしてるくない私。万華鏡大好き。今日制服の目公演見てました。てか DMM も見てた。ガラカとアルメちゃんの卒業公演も見てた。今の今まで。ピオスさん、そうピオスさんのアメピのおかげでさ、最近の鉄ナがねリバイバルされてるから見た。待って、あともうさ45秒だ。はい、もうすぐだよみんな。10分、10分からスタート。そして私は大富豪。ピオスさんのマイクの取り方、いやあれはねピオスさんしかできないからね。人には凡人には真似できないんですよ。ピオスさんはねすごい。ピオスさん、ナルピーさん、ピオスさんのねこと大好きだから、よく動画、たまに動画送ってくれる。始まる。えいっ、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 始まった。なんだすごい、え、すごい、最近あれじゃん、新しいやつだ、新しいアイコンガチャのやつ。こんにちは、おじぎしてくれた。あぎさしおりさんに言ってそんな恐縮です。とてもとてもとても。ダンスメドレーの袖はやっちゃいけないんだよあれは。あれはいけないんですよ。でもかっこいい。今来たって、ありがとう。こんにちは。大富豪になりました。大富豪になりました。え、今来た、なんとか、こんにちは。ガチャやったらノーサンで、え、いいの。私はガチャはとりあえずお休み中。そっか、大富豪ってフレンド機能あるんですね。
レンドにあったんだって。すごいすごい確率。フレンドと会ったらフレンドだってわかるのかな。うん、終わった。次は15分です。え、これって今なんかイベントしてるんですか？あの大富豪まゆりちゃんにしようかな。カード持ってるかな。あ、持ってる。デッキ作ろうとりあえずとりあえずアイリちゃんのデッキを作ります。CM、 あ、 CM のやつか。あ、16人以上、16以上に入ってたんだ。あと何回やりますか。何回だっけあと、あれ今何回やったっけ。 1,2,3 回やったか。あと2回、あと2回。あ、クマだ。クマありがとうございます。シャルメガネのトミーさん、クマありがとうございます。目がしょぼしょぼ。一家庭につき2枚マスクもらえるの？布マスクってさ、洗えるやつだよね。マスク欲しい。布でいいから欲しい。マジ？一家庭ってことは私東京行かないとダメ？東京から送ってもらえばいいのか。もらえるの？あと1分。あと15秒です。すごい話変わっちゃった。申し訳ねえ。あと5秒。はい、始まらない。始まった。すごい、ももたんのきらめきだ。やっぱももたんのきらめき。あ、ゆずさんの誕生日カード。子供用のマスクしか売ってない。子供用のマスクでいいから欲しいな。待って、捨てれるカード、捨てたいカードがさない。これでいい。来たって、やっほなんかサンリオのマスクとかあるんですけど、待って、なんかさ、出せるカードがありすぎて困ってしまう。逆に思った。あのときめきは持ってるかな。確かあ、間違えた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 。悲しい悲しい。間違えて違うカード出しちゃった。
カチでマスク作れるの？え、でもなんかヨコニャンさんがマスク作ってたの見た。今大富豪になりました、さっき。で、最後は20分からやります。待って、あれ見たい、見たいテレビをやってる今。音消してつけよう音を消してテレビつけよう。あと2分です。あと2分後にショールームじゃない、最後やって違う話します。思ったんだとかいいね。あー背中が痛い。今アーヤの奇跡の方と対戦しました。だって、え、私多分その人とさっき対戦した。すごい。待って、え、あ、平気だった。私そういえばエナタンのきらめき使ってるんだ。エナタンのきらめき使った。待って、ナオさんのランキング83位になった。あと何秒？あとね、30、嘘、違う、あと20秒くらい、あと20秒、あと20秒。バースデーカードもらっちゃい。もうすぐです、はい、スタート。あれ誰も来ないよ。来た。またおもたのときめきいる。あそこ、みよまるさんもきらめき。寒いですね。ももたん、ももたん来た。ももたんも多分5分間隔でやってるんだろうね。私は会えなかったな。当たったって。当たれなかったって。あとでやるかもしれ、やるかもしれないからその時に当たれるといいね。まああと今何時か分かんないけどショールームする時間はいっぱいあるし、でも最後なんかもう勝てる気しないから多分私都落ちすると思う。あ、でもこれ待って、これあれできたじゃん。そういえばこれ、あ、間違えちゃった、間違えちゃった、無理だ。無理だ無理だ。ももたんと初めて対戦したって。ももたん毎日やってるんだね。
もうなんかすごかった。須田さんのね、須田さんのカードがなんか30枚貯まったみたいな、30枚持ってるんだって見せてくれたんだけど、なんかやばすぎてびっくりしちゃった。あ、間違えてバスイッチャーって出せたのに最悪。はい、ということで大富豪のコーナーでした。大富豪また後でやると思う、時間があったら。あ、待って、いや、ポーチはしなかったよ。ねえ、何しようかな。まあ、お話しましょう。あれしよう、インスタできた質問を返しますね。眠くない、眠い、私マジで最近なんか8時じゃない6時に眠くなるんですよ。でも9時前に寝るんです。昨日もだったんだけど9時前に寝るの。びっくりだよね。でそれで5時に起きた。超健康だから今日寝落ちする前にちょっとブログだけ今書きます。眠すぎてね、多分ろれつが回んない。あ、待って、66位になった。わーい、もう寝る時間。そうだよ、私は最近もうこの時間に寝てた。しかも今日お昼寝をしてないから眠い。ブログでもさっき書いたんだ。今見れないから、今ブログ書くからインスタ見れないんで、なんかコメントしてください。コメントしてください。暇、ショールームしてるから暇じゃない。上に前髪がこうなってる。それめっちゃ寝てる。手作り料理美味しそうだって、嬉しい。ココナッツがね、美味しい美味しいって食べてくれて可愛かった。嘘だよって何？あ、エイプリルだからか。ありがとう、嘘だよって送ってくれて。ノーさんの設置壊れた。ねえ、思った、あんな子が壊れ方あるんだ。あつ森でダウンロード版じゃない、届くのちゃんと待った。スマホの裏の写真、これインスタにね載せたよ。これびっくりした。かわいそう。でもだってあんなにさやってたのに、辛い気持ちになった。愛はスキップできますか？できます。もう3歳の時からできる。バレエでねずっとやってたから。スーツ着るのいいな。こんばんは。にじゃないよ、池田の写真じゃない、これエゴさん、エゴさんとのプリクラを、あれインスタに載せた。あ、池田って聞こえた？インスタ、インスタに写真載せました。にじゃないよのね、そうそうなんですよ、みんなにじゃないよの動画見ましたか？ホワイトデーのお返しが出た時じゃない、これは遊びに出た時の写真、プリクラ。
見たよ、ありがとう。そう、私とおしりんさんのやつと、あとね、なんかあいあいさんとなおさんのやつの動画を見たんですよ、私は。したらめっちゃ私の話してくれてた。面白かった、面白くてめっちゃ笑った。めっちゃさ姿勢が悪くなっちゃってさ、腰が痛い、背中が痛い。面白かった、めっちゃ面白かった。なんか知らないところで私たちは捨てられてた。そうで、私とあいあいさんにね、あいあいさんと喧嘩した時にね、あいあいさんと喧嘩した時にね、なんかあいあいさんは、私その時9期生が先輩と連絡先交換するのが禁止で、で、あやいさんはなんか私なんかなおさんの連絡先持ってるから私の方が勝ちみたいなあやいさんに言われて、なんかそこはもうなんかどうしようもないなと思って、もう負けたの、その喧嘩は負けたの。なのにさ、なんか持ってないみたいな動画で言ってて、って思いました。今携帯見てて態度悪いと思われると思うんですけど、今ちょっとブログを書いてるんで許してください。っていうのと、あと私はユッチにも言い返したいことがある。まだねツイッターのやつで返してないんだけど、ユッチにも言い返したいことがあって、ユッチはあのパッションフォーユーの衣装が一緒だったみたいな、同じ服だったみたいな返したんだけど、はい、私はアイドルデイズのガチャの衣装が一緒だった、新しいやつ。みんな見てください。こっちゃんは仲良し、大好き。一緒だったでしょ、あの服かわいいよね。でもね、全身は知らなかった。なんて書こうとしたか忘れてた。こっちゃん早くあつ森買わないかな。でもあの里川さんが面白すぎてそっちにいいねしちゃった。こっちゃん予約取り消ししちゃった。え、してたの？何、なんで？なんで、なんで、なんで？なんで？私は聞いていない。今日の私服にじゃないと一緒。あ、よくわかりましたね。そう、これ一緒で、これね、なんかね、これを着てる時に毎回ほののさんに会っちゃうんですよ。ほののさんはね、こう違うんだよ、
なんか公園の着替え中、着替えが隣、大体隣なんですけど、ほののさんと鉄のの時で、それで私が着替えてて公演終わって、でこの服を着たんですね。そしたらなんかこれがスカートだと思われて、このひらひらが、このひらひらをほののさんはスカートだったと思っ、スカートだと思ったらしくて、こうやって毎回下げてくるんですよ。なんかスカートと間違えられて、なんでこんな開けてんのみたいな。それでなんかめっちゃ一回笑ったことがあって、それから毎回これを、この服を見るたびにほののさんはこれを下げてきます。だからこれをね、にじゃないよの撮影収録の時も着てたんですけど、でその日ほののさんも同じ日で収録が、楽屋で下ろされ、下ろなってやってきた。面白い。これはメリージェニーのいただいた、ファンの方にいただいた服です。メリージェニーかわいいよね。最近は上着もメリージェニー。待って、ブログを書いています。今とてもとてもブログを書いています。なんか待って、おかしくなった、なった。何時までやる、え、なんかもう適当にずっとやる、わかんない、このまま行くと私10時までやってると思う、わかんないけど。だからなんかそんなずっと見てなくて大丈夫なんで、見れるときになんか一回いなくなっても気が向いたら戻ってきてください。後で書こうかな、ブログ。お話できないから。後で書きます。なので今からはインスタの質問を返します。この体勢。え、待って、高須さんやば、高須先生のエイプリルフールの嘘面白い。ちょっと寒い、寒い、寒い、寒い。全部返せるかな、なんか返せる内容、質問は全部返すね。これまでについたエイプリルフールの嘘は、え、私あんまりさ、エイプリルフール嘘ついた記憶がないんだけど、なんかついたかな、エイプリルフールに嘘ついた記憶がない、ないです。あ、今日あの大富豪やりますって言ってやんなかった。この4人は誰ですか、このこれはこのね、インスタに載せたやつ、これはきみちゃんとあいあいさんとほののさんと私です。なおさんとご飯行きましたか、行ってない。デジモンシリーズ見たことありますか、ないです。なおさんと写真ありますか、あります。どれにしよう、じゃあこれで、はい。アイドルデイズのスキンの好きな曲3つ、なんだっけ、あのね、青春の宝石とオルフェスと、あともう一個何にした、観覧車かなにした。あやのモバメってどんな感じ、モバメは最近はなんかね、こんな感じ、なんかこうやってこのこれに書いて、これを写真撮って送ってる時もある、あります。1日に2回くらい、2個くらい、あのこの髪のやつは2回くらい。どのくらいまで髪の毛伸ばすんですか、え、なんかね、1回切ったんですよ、
でも切りたいと思うんだけど、せっかくあの昇格して髪の毛変えれるようになったから、ちょっとヘアアレンジを楽しんでから切るかなって感じです。あの切るとしたら2番目ぜひ。写真今はね、昔の写真送ったりしてる。スクロールして適当に出たやつフォームで。ナウさんと会った？うん、会ってない。先月会った。写真だ載せたました、あのブログに。今日からラスト JK 一緒だ、イエイ。尊敬する先輩誰ですか？尊敬する先輩たくさんいます。メイプルフールに嘘ついたことあんまりない。今は彼氏いますか？今いません。てか人生でいたことない。今も彼氏いません。当たり前やで。アイドル以外にどんな職業についてみたいですか？アイドル以外なんだろう、ついてみたい、特にないです。シーラカンス3匹釣れた。これね、文字が出てる。私はもう10匹以上釣った。早く会いたいです。会いたい。私も来年はお花見行こうね。誰や。確かに行きたい、お花見ね。でも桜は見ました。見た。お花見はしてないけど。SKEの曲で一番好きなのは、難しいこと聞くな。でも今めっちゃ聞いてるのはなんだっけ、今聞いてるのは、あ、はずみさき聞いてる。青春の宝石、愛の数とか今聞いてるの。日によります。バレエは習ってたんでしたっけ？習ってました。13年くらい。まだ星は早い。なんだこの星は。しかもコメント止まっちゃったというか、あの来なくなっちゃった。あ、いや名前一緒なんですけど嬉しいですか？嬉しいです。あと、あやの手作りハンバーグはいくらで売ってますか？得意な料理は売ってないです。マジレスしちゃった。売ってないです。得意な料理は特にない。得意じゃないんだよね料理。得意になりたいなって思って最近やってるけど。好きなパスタソースは何ですか？パスタ、あ、でも家のだったらたらこパスタ、実家の。2週間自宅待機になった時の過ごし方、あの寝るか、あ、でも私料理作るのにハマったので料理を作ること。唐揚げにレモンかけますか？かけない。あんまりかけないです。あったらかけるかもしれない。あつ森で好きなキャラクターは、なんかね、新キャラの名前が分かんないやつ、クマのやつ、キラキラのクマ。あやが考え出した雨の日の楽しみ方ある？家でゲームする。好きなサラダにかけるドレッシングは何ですか？なんだろう、ごまどれも美味しいし、シーザーサラダも美味しいですね。将来結婚するならどういうタイプの女性がいいですか？私は男だと思われてるのか。優しい人。漫画読みますか？漫画は本では全然読まないけど、ちょっと前にあのアプリで漫画読むのハマってました。最近はあんまり読まない。今流行ってる年齢出るやつ何歳だったらって、
で今やります。スノーだよね。どうやってやるの。何歳だと思う。え、待って、間違えて写真撮っちゃった。何回やっても22歳になる。まあ22歳ならいっか、ギリ。17歳、10代にはならなかったですね案の定。面白い。これで勝手に保存されちゃう。写真撮っちゃった。22でした。あざれ動画載せよう。どこまでやんだっけ。これはね、なんかね、著作権上話せないやつもあるかな。それは申し訳ない。好きな季節は春。あ、夏も好き。ロッキーの推しメンいますか。みんな好きです。元気ですか。元気です。髪型の縛りなくなったらやってみたい髪型いっぱいある。握手会で早く始めます。したいら質問じゃなかった。しましょう。あつ森に秋は来てませんか。うーん、なんか私そんなずっとやってるって感じじゃないから、やりたい時にやってるって感じだからないですね。4月といったら何のイメージ。桜。あと妹の誕生日。ヘローヘロー。ダンス覚える時のコツあります。ありますっていうか、多分人によって覚え方が違うのかなって思う。もしあやが太田さんと結婚したら太田あやが呼んでることについて一言。あ、そういうことか。あやむらさんと結婚するのかと思ったJK ブランド終了しちゃって泣いてるって。ピン。いやね、 JK じゃなくても楽しいことはいっぱいあるよ絶対。 学生じゃない方がいいこともね多分あるからね。楽しみましょう。なんかドレッシングの質問めっちゃ来るんだけど、なんで研究生時代なぜツインテールにしたのですか。いや、これは私がね選んだわけではなくてね、初めてみんなで集まって宣材写真をアーシャを撮るってなった時に、髪型をメイクさんが決めてくださったんだけど、ツインテールみたいな、ツインテールが似合うよみたいな言われてツインテールになりました。決めてくれた。4月楽しみなこと、なんだろう、今のところないので見つけます。夢が欲しいです。そのね、夢はね、まあどんな小さなことでもいいなら多分誰しも持ってると思うよ。ちょっと何言ってるか分かんないけど、いつか夢を持てる日が来るよきっと。何ケーキが好き。今食べたいのはあのチリさんとエゴさんが食べてたモンブラン。ガンダム見たことある。あると思うけど記憶にはない今まで生きてきて一番可愛いなって思った子は誰ですか。古畑奈央さんです。アルバムのプレゼント、さっき見せたやつ褒めてくれてありがとう。だってこれね、すごいんですよ、さっき見せたけど。ありがとう。
理想のデートとかある？私はでも水族館に行きたい。私は水族館に行きたいです。はい、終わり終わりました。終了。ありがとうございました。いっぱい送ってくれて。水族館に行きたいんだよ私は。だからインスタで水族館ばっか見てる。いっぱいフォローして。はあ、でもどこの水族館今一番行きたいのは新江ノ島水族館。です。めっちゃ行きたい。同期で一番美しい。入れ替わりたいと思ったら誰ですか。入れ替わりたい。美しい。みんな可愛いですからね。入れ替わりたいのは桃田ですね。今から料理します。何を作ると思いますか。何を作るでしょうか。オムライス、カップラーメン。オムライス食べたい。正解はねるねるねるね。私そう餃子作りたいの。餃子を作りたいんです。だからこの休みの間に餃子を一回は作ろうと思う。ちなみにソーダ味です。はい、ソーダさん、ソーダさん、ソーダさん、この間インスタフォローしてくれた。作ります。なのでお話ししよう。作ってる間お話ししましょう。餃子作りたい、めっちゃ。だから今度ね材料を買ってきたいと思う。知恵菓子のハンバーガー屋さん、あれめっちゃさ美味しくなくない？あれさ、なんか知恵菓子って割と美味しくて好きなんだけどさ、ハンバーガーってさ美味しくなくない？あれだけは食べれなくてさ、途中でほう何ゴミ箱にさよならしちゃったんだけど、ハンバーガーだけは私食べれなかったんだけど。寿司、お寿司とか美味しい。なんか美味しい。私が食べたことある他のやつは美味しかったんだけど。でも私今日あるものを作ったんですよ。これとは別にちゃんとしたものというか。作ったんでちょっと後でツイッターに載せます。でも私玉ねぎ家にあるから餃子作れる。玉ねぎだよね使うしか。だからあとお肉、ひき肉、合いびき肉みたいなの使って作ります。え待って、簡単すぎ。もう完成しちゃったよ。もう完成しちゃいました。ラムネの中にねるねがいるかも。だっているかな。あ、いた。あ、いっぱいいた。あ、すごい、いるいる、かわいい。完成したよ。うん、
しいです。これの原材料何なんだろう。美味しい。なんでこれを粉を混ぜるだけで美味しいのができるのかな。魔法の粉、なるほどね、なるほど。だから美味しいですね。ねるねるねるってこんなボリボリ。なんかね、これはラムネがついてるの。あ、これでもめっちゃさ、スースーしてる。ちゃんとソーダ味。うまっ。美味しいです。ラムネ、ラムネ、この間ね、さきさんが食べてるの見てね、買った。お菓子のラムネ、お菓子買ってるの。私は今日ドーナツを買ったんですけど、これはもう完全なる倍目的のこれ食べてたら可愛いかなみたいなドーナツです。さっき写真撮ったからもう食べれる。さんのドーナツだから絶対美味しいと思う。絶対美味しいよね。映えるね。やろ。メールで送ったっけ。そう、多分、あ、違うわ、それじゃない、ゆゆさんとのやつゆゆさんとココちゃんとのやつ。あれは東京で買った。
腹空いてきたでしょ、でしょ、そんなあなたにそんなあなたに追い打ちをかけるようなことをしたいと思います。私は今日あるものを作ったって言ったでしょ、ちょっとそれを今から Twitter に載せたいと思います。テレビショッピング、そうです、宣伝、宣伝ではないな、なんかさベタベタになっちゃった。駄菓子屋にあるドーナツ好き？ヤングドーナツ？今ね、テレビ見てるの。ヤングドーナツめっちゃね、食べてた一時期。ドーナツの穴だけ食べたい、どういうことや。これでいいかな。なんかさ、ツイートする前って緊張する。9時になったら乗せよ。よし、怖い、ツイートしてないまだ。これは私は写真に、画質いいな。あ、間違えた、危ない危ない。いざとなったら追消し、でさ、追消しするツイートってね、だいたいね、追消しするって決めて追消ししてる。違う、追消しするって決めてツイートしてる。ちょっとあれがキモいな、追消しした。追消し、すぐに追消ししました。消すの早いのでしょ。あれ、なかった。さすが、
いやこれで。そう、私は今日チュロスをね作ろうと思ってね作ったんですよ。そしたらこんな悲惨な悲惨なことがなことになりました。こんなに悲惨なことになりました。最近自炊を始めたんですけど、あれでしたね、まだ早かったですね。やっぱり他のなんだろう、蒸しパンとかから始まるべきやったな。なかなかの色ねでしょ。でここにあるんだけど、でもこれがね乗せたやつ、黒いやつね、これがくさくさ、めっちゃさ苦い匂いがする。でもこのその後にね、その後のやつがこれちょっとさマシになったことない？ちょっとマシになったくない色。でもさ臭い。そう 色はねこっちはまだマシなの。でもこっちは真っ黒。これ食べたらやばいかな。食べたらやばいかな。ほら見て。これ食べたらやばい？これ美味しそうでしょ？やばい？あでもこれは割と、あでも黒いか。チョコじゃない、チョコ、全くチョコではない。やめとこ。だってえやばいかな。でも食べたい。こっちはいけるか。まあって感じ。思ったより黒いね。思った黒。これやばくない？これやばくない？これやばくない？黒、このさ黒さがさツイートでは伝わらなかったよね。え、ねえでも食べたかった。悲しい。チョコでもつけた。これ本当にこのさ黒さがさもっと伝わればいいのに。黒、こうしたら、こうしたらマジで黒い。チョコ味ではないです。もう一回写真撮る。私もなりそうだから何も言えんって。ねえ難しいよね。黒、これね、これはねチョコ味だったらいい感じなんだけどね。
ちゃんとねレシピ通りにやったつもりだったんだけどね、何なんだろうね。火力が強かった、確かにそれはある。でもね、ちゃんとね、ちゃんとはかりも買いに行って、ふるいも買いに行ってやったの。あとちゃんとね分量も測って、私なんかこの間作ったハンバーグとかもなんか全部分量でやっちゃったんだけど、あとキムチチャーハンとか、でもちゃんとね測ってやったんだけど、揚げ物怖いなって思って、でもなんか無理だった。でも私は昨日なんか昨日のブログに書いた、昨日これねるねるねる食べます、昨日のブログ見てくれた方はあれなんだけど、乗せたチャーハンがねめっちゃ美味しかったの。めっちゃ美味しかったんですよ。だからねまた作ろうと思う。美味しそうだったでしょ。じゃあ作り方を教えてあげます。キムチチャーハンの教えてあげます。まず豚バラ肉を、あの分量は適当なんですけど、豚バラ肉を炒めます。こうやって私今材料あるからまた作れる。豚バラ肉を炒めます。でそれにキムチを何グラムか分かんないけど、まあ、なんか私はこういうやつの3分の1入れて、その後にたくあん、なんだっけ、なんとか漬け、つぼ漬けみたいな黄色いやつを入れて、それが大事なんです。それがいい味を後で出してくれる。その後塩コショウも入れたかな、入れてないかな、多分入れてないわ、うん確か塩コショウ調べよう。調べます、昨日のやつ確か入れてない。油はごま油、そう油はごま油、ごま油を敷く最初に。つぼ漬け、そうつぼ漬け、塩コショウは入れないわ、入れないですね。そう、それでその炒めたやつにご飯を入れて、で炒めるだけ、炒めて最後に醤油を適当に入れる。でそれで本当は完成でなんだけど、待ってこれチーズ入れたら絶対美味しいと思って、家にとろけるチーズがあって、でこの昨日載せた写真はチーズ入ってないんだけど、あれからチーズを入れて食べたらめっちゃ美味しかった。おすすめ、なんかできる気がするでしょ。でなんかね、今もそれだけでもいいんだ、それでもいいんだけど、なんか食べやすくするにはキムチとかを切ったらいいと思う。
明日作ろう、ぜひ。私も作りたい。美味しいですね。これやばくない？2個目のツイート、黒、黒い、あとは何作る？ハンバーグは、ハンバーグってちょっとこれ食べよう。ちょっとね、チュロスは危ないということで、この市販のドーナツを食べますがかわいい。ハンバーグを作るときにナツメグを入れるとどんな効果があるんですか？なのでこっちに火流しておきます。ナツメグって何？入れなかったんだけど美味しかった。私が今作りたいものは餃子と麻婆豆腐。あ、臭みを消すんだ。へえ、なるほど。じゃあ臭みがついたまま食べたんだ、私は。この間美味しかったからいいや。え、ウケる。これ硬い木材って、硬い木材じゃん。これ硬い木材だって受ける。黒くないとこだけ食べた。辛いの食べれない。麻婆豆腐って辛いか。じゃあやめようかな。でもね、麻婆豆腐のね、元みたいなやつあるじゃないですか。麻婆豆腐の元、あれをね、1年前に買ったの。あの、引っ越した時に作ろう、いつか作ろうって思って、でも1年間作らずに置いてあってあとホイコーローも。でやっと今料理ブームが来てしまい、なのでやっと作ろうと思ってる。キュウリは楽しいよね。楽しいけどさ、なんか私キッチンが狭すぎてね、しまう場所がないの音は買い直す、買い直さなきゃダメかな。そのまま作ろう。簡単に一人暮らし、なんかやっぱ餃子とかもいいんだけど余っちゃうっていうか、なんか多分一人、餃子も量減らせばいいのか、一人で食べきれるものがいいんだよな。なんかおすすめありますか？賞味期限、じゃあ賞味期限見てやばそうだったら買える。牛丼、ああ牛丼自分で作るっていう考えなかったな。パスタね、パスタはね、もうね、鍋をあんま大きいの持ってないから、レンジでできるやつは食べた。豚キムチ炒め、あーご飯入れなきゃいいのか。焼きそば、あ確かに。でも焼きそばこそ残りそう。昔めっちゃ実家にいる時に作ってました、焼きそば。だから作れる。でも西さんがカレー作ってた。カレーはあれですよね、作り置きできる。ネギ塩豚丼、美味しそう。
たこ焼き、たこ焼き一人でやったら悲しくない？たこ焼き食べたい。この間食べたわ、たこ焼き、ウーバーイーツして。そうそうそう、待って、もう9時半、9時20分じゃん。割と時間が経つのは早いものですね。でもやりたいことは多分全部やったはず。うん、でもね、 Uber Eats に私はハマりそうになったんですよ、一回なったんだけど、この自炊というものに目覚めたので。それをちゃんとね、阻止したんです。待って、虫どうした？白菜食べたい、めっちゃ白菜食べたい、白菜食べたい。なんかね、作りたいものが見つかるたびにさ、スーパー行くのがめんどくさくて。でもそうするしかないよね、楽しいし買い物。白菜食べたい、白菜でできるもの探そう。白菜と豚バラ、白菜と豚バラのやつめっちゃ好きだった、ママが作ってくれたやつ食べたい。調べよう。もやしの、私もやしのね、あのさ、チュリさんのね、レシピのやつ作ろうと思ってね、材料も用意してあるから、明日でも作ろうかな。白菜と豚バラ肉のお鍋、え、あれだよね、なんかミルフィーユみたいな、めっちゃ美味しそう。あのね、私が食べたいのはお鍋じゃなくて、あれ何？あの、なんだっけ、炒めるやつ、白菜と豚バラ炒めみたいなやつ、元がある。ミルフィーユ鍋もいつか食べたいなってずっと思ってた。でもまあ一人でやるのはね、多分無理だからね。そう、元があるやつ。白菜の餃子なんてあるの？待って、眠気が覚めた。ねえ、メール送ってない今日ちょっと。今からメールに送るやつを書きます。ツイッター見ました。点点点。引いてるやん。完全に引いてるやん。でも今見たらちゃんとちょっとフォロワー増えてた。3周回って美味しそうだって、やった。そのノートが手書き見える、そうちゃんとね買ったの。メールに送ります。もっと大きいのだと思った。こんなちっちゃいのに買って。
でも今ねめっちゃね、何テーブルで書いてないからね字下手。昨日だってこうやって書いたの、それがあの宙に浮かせたってやつ。手書きメール待ってます、今送る。待って、携帯が固まっちゃった。あ、さっきまで何が起こったか説明しますとですね、さっきまで書いてたブログが消しちゃった。下書きに入れてたのに全部消しちゃった。あ、バカバカだ本当に。割と書いてたのにな。悲しい。まあというわけで今日のブログは短かったらそういうことだと思ってください。自分もたまにやってな、何？自分でたまにやるの？ブログ書いてるんですか？悲しいです。何書いてたっけな、何だっけ、本当に思い出せない。あ、思い出したわ、思い出したけど同じ内容書けるかわからん。みんなのブログ見るの好きなんですよ私。だからね毎日見てる、みんなの大体。みなるさんのブログ面白い。終わった。みんなブログ読んでますか？公式ブログってさ、なんかさ意外と読んでるのか読んでないのかわかんない。
なるんさんのアメブロも楽しいね。わかる。たまに私みなるんさんのアメブロのコメント欄見てる。なんだっけ、ちょっと思い出せないから新しく文章考えよ。マリーさんのエブログわかる、すごいよね、ずっと続けててすごい。みんな読んでる、みんなの読んでるの。レオナさんの一日一チームEも読んでる。なんかたまに読んでるとさ、たまに違う、読んでるとたまに私の話が出てきたりして、はぁってなる。なんかね、たまにめっちゃたまにって言ってる。ファンの方がさ、教えてくれるじゃないですか、誰々さんのブログに載ってたよみたいな、書いてあったよみたいな、なんかそれで知る時もあるんですけど、教えてもらう前に自分で読んで、普通に読んでたら自分の名前出てきたみたいな時もあるから嬉しい。こんばんは。ももたんがプレゼント使ってたって、かわいい。そのももたんにプレゼントあげたんですよ、使ってくれたらしい、かわいい。ももたん、あとももたんとすればショールームじゃない、なんだっけあれ、 TikTok 撮りました、キャノティと。いつか撮ったのをあげてみた、あげてくれた、キャノンティーが。あれ、あと何があって、10期の子供欲しい。なんだ、可愛いよね、だった可愛いと思う。でもなんかあんまりまだ関わったことないから
良くなりたいなって思います。でもブログ読んでる、たまに、たまにっていうか、うん、たまにだわ。マヤが一番早く仲良くなれそう？いや、もうね、多分ね、仲いい子いるから、もう仲いい子いる。9期の他の子でもうね、10期生の子と仲いい子いるからね。なんかもう9期生はあの初めての後輩だから、関わり方がねちょっとまだ分からなくてね、模索中です。なんか話しかけたらうざいかなみたいな、か調子乗ってるかなみたいな思って、私は黙って見てる。なんか先輩にだったら自分から喋りかけに行けるんだけど、自分たちが質問があったようにした、なんかねこっちから行ったからね、わかんないんだよ。あ、おしりさんとフレンドになれた、やった。兄さんとスイッチフレンドになりました。あつもりフレンズって何？あつもりフレンズ。スイッチのフレンドになった今。はーい。あつもり、私のあつもりフレンズはまあやんと。スイッチにもフレンドある。この間、あ、ピエンだ、ピエン、かわいい。この間ね、みんなで集まりやったんですけど、その時にフレンドになろうとしたけどね、なれなくて、できるようになったら LINE するねって言われたんですけど、そんなの忘れちゃうと思うじゃないですか。忘れちゃうと思うじゃないですか。でもこの間ね、みなるんさんがね LINE くれて、お友達になろうって LINE してくれて、めっちゃ可愛くないですか？可愛い、嬉しかった。だからみなるんさんともフレンドになりました。
優しいです。そうだからあのインスタのストーリーの「ドラえもん」のやつ回したら書いてくれて可愛かった。こんな感じの人生です。私はそして今何だっけブログのコピーが消えてつらい。辛い気持ち。あ、じゃあ今からさ